おはようございます。おはようございます。それでは今から竹座城を見に、この立雲峡登っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。では行きましょう。なんかでもさ、晴れてきたからさ、雲海になりそうな気もせえ。チョケコ。ハッピーライフ。今第一展望台に向かって歩いてますけど、急な階段が今見えますか。すごい怯えてる。今シーズンオフなのかな。結構ね、竹田城の雲海を見に今日は土曜日なんで朝から来てる方が多いかなと思ったけど、二組ぐらいしかいてなくてね。もうその二組も帰られたので、今貸し切り状態です。雲海は今日見れなかったですけど、なかなかいい感じです。頑張って第一展望台まで行きたいと思います。二人で遭難したらもう誰も助けに来てほんまやね。シーズンの時やったらいいけど、まあ、なんか森の中に入っていくのかな。ハッピーライフ。あと5分って書いてある。これ結構きついよ、この階段。これきついな。よいしょ。まだですか。着いた。見えるか。素晴らしい景色。よいしょ。コンピラさんの方が楽やったな。いや、確かにコンピラさんの方が楽やった。着いた。よいしょ、すごい。わあ、最上展望台あと1分行く。よし、じゃあ行こう、登ろう。頑張って。よいしょ。それは最上に行かないと。展望台が最後やもんだ。まだあった。ここでとどめろ。頑張ろう。敵は竹田城にあり。あ、見たらまだ見たらと振り向きそうになった。よいしょ。皆さんも一緒に振り返って見てみましょう。よいしょ。見てみるよ。まだやで、見たらあかんで。3、2、1。ハッピーライフ。はい。うわー、すごい。うわー、やっぱり高いね。すごい。よく見えて嬉しい。もう。すごい。あの辺はちょっと雲海になる。
では今から下山します。うわ怖い怖い。時間測っとこう。しなくまた降りていかないと。だいぶ来ましたよ、クモさんが。流れてきて、この前にもほらちょっと来てきた。さあ降りてきました。よいしょ。ただいま。ああだいぶ高かったでしょ。1時間半ぐらい、うん、そこからちょっと見えるね。竹田城見る、うん、よし、じゃあ行きましょう。別運動。ここは初めてやね、うん、竹田城は行ったことあるね、うん、ほら、あー、あれ、うん、ハッピーライフ。うわー、こんなとこで掘ってはったんやね。すごーい。うわー、お水が落ちてきてる。わーすごい。この穴を掘りながら掘り進んだ。手掘り跡だって。うわーすごいな。これはすごいね。昭和48年閉山まで使用されていた機械などを展示しています。だって。爆破。葉っぱで起こされた鉱石を井戸にかき集めます。現代人にパワーキビ。本当や。機械を使って。すごいな。すごい。この穴は昭和30年頃ダイナマイトや削岩機を使用し鉱石を採掘した後で、深さは30メートルある。さあ、ほんの中入って温まろう。ハッピーライフ。やっと念願が叶って、日本のマチュピチュと言われる竹田城を見に行くことができました。四季折々の竹田城がある中で、冬の雪景色の竹田城、本当に綺麗で良かったです。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そしてメッセージもどしどしください。それではまたねー。